見てんだ。うわ、え、なんだこれ。お前らどうした。やめやめ。え、なんだここ、こんなところに、なんでこんな箱の中にいるの。頭がでかいんだ、お店は。頭がでかすぎる。なんでかぶってる、かぶってる。怖っ、ブー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 なってるって。ブー、窒息する。髪の毛で窒息。もういいことなんて、もうカオスやって。やめて、やめて、痛い痛い。二次三次のトイボックス始まったの。はい、ということで、あ、はい、自己紹介じゃないんですか。自己紹介、まずは自己紹介じゃないですか。はい、ニヤニヤしてた。はい、皆さんこんばんは。のほのこんぴー、二次三次所属バーチャルライバーの店よつはです。そして、うん、はい、どうも、二次三次所属ライバーの、ローレンイロアスです。どうも、あ、二次三次所属のアイドルマジシャンのゆるみれなです。はい、ということで始まりました、二次三次のトイボックス。この番組はですね、むちゃくちゃな組み合わせで、詰め込まれたライバーが、むちゃくちゃな企画に挑戦するおもちゃ箱に飛び込んだような1時間の生放送、やってみないとわからない二次三次の実験バラエティでございます。はい、そうなんですよ。今日はちょっとお二方はね、ちょっとリモートで参加ということでね、すみません。そうなんですよね、二人とは絡みはない。二人ともあります。そこ、よるみさんとうみせさんあります、絡みとか。あるよね、あの公式番組で一緒になったような、なんか企画に呼んでいただいたりとか。その程度。あ、企画か、番組で企画とかも一緒になっちゃってるか。じゃあ、いや、でも一旦俺だけか。うん、まあまあ、でもローレンさんとは1ミリもないですからね。なんとやだ、やめてよ、そんな俺のけものにしないでよ。1ミリだったよ、ローレンさんあるよ。1ミリだった。1ミリはあるっすもんね、1ミリぐらいあるっすよね。ポカチェでね。そう、ポカチェでね。そうだ、ポカチェであったよ。同じテーブルついた。え、なんか思い出はありますか、エピソードは。じゃあ、そっから広がりますか。というわけで、まずはね、お互いを知るためにですね、それぞれのね、プロフィール帳を見ていきたいと思うんですけどもね。最初にね、俺のプロフィール帳、どうぞこちらになります。はい、プロフィール帳なんですけどもね、こちらね、まあ、俺がね、書いたんですけどもね、誰にも言ってない秘密と、いつも、言ってる決め台詞は、まあ、想像して書いていただいた感じで、どっちがどっちですか、これ。え、想像じゃなくて、これ違う、これローレンさんが、ローレンさんだよね、書いたやつですよね。もう終わってるやん。これひとまず読んでみてよ。そうですよ、最初から。ローレン・イロアスと申します。うん、誕生日。とにかく9月6日でやらせてもらってます。職業は、都市警備部隊に配属されております。すごい、はいはい。いつも言ってる決め台詞は。俺の前歯で切れないものはね。これ何、これ。絵のクオリティだけバカ高いんだよ、しかも。確かに、素晴らしいクオリティだけど。じゃあ、誰にも言ってない秘密なんですか。うん、誰にも言ってない、秘密は、休日はシナモンの耳をつけ、ピューロランドでネームプレート作り。別に言っていいだろ、これは。かわいい、かわいい。これ絶対下が海瀬さんだな、じゃあ。で、海が違います、よりみさんだろ、これ。やった、やった、遊んでるやん。そんなことないけどね、バカ遊んでるやん。全然違います。こちらでなんですけど、これ左上のやつって、これ何なんですか。このファンマークですね。これ何なんですか。お札と鍵だよ。鍵なんか骨、鍵、どう見ても鍵でしょうか。いや、骨でしょ。鍵だよ。鍵か、これ鍵だったね。鍵だったんだ。俺の前歯で俺が切れないものはねとか、もう本当に知らないもんね、多分俺のこと全く。いや、違うよ、私ね、ローリーさんを見た時からね、前歯可愛いなと思ってたの。前歯、そうなんだ。可愛いなと思って、いや、ローリーさんは絶対リスだと思って。終わってる、終わってるな、マジで。だって、男性ライバーでさ、なんか唯一出てない、なんか上の歯が。あ、そう、びっくりした、前歯がめっちゃ出てないみたいなことかと思った。そういうわけじゃない。違うよ、上の歯がさ、可愛く出てんの。はい、では次は、うみせさんの、うみせさんのプロフィール帳はこちらです、どうぞ。え、うまどうぞ、自己紹介を。はい、名前はうみせおつおです。誕生日は6月17日、職業フルターン最強大学生。いつも言ってる決め台詞、これ何。
どういうことですか？読んでくださいよ。どういうイントネーション？読んでください。いやいや、読んで読んでよ。言ってるんでしょ？いつも言ってんの？すーい、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 はい。あー、やっぱいつも言ってるから、カンピッ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 カンピそうだよ、4つ先の家行ったらね、すごいから、そうタンスタバがサッ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 、え、そう、タンス行ったら今お店金あるのかな、どこにあるんだろう、普通に欲しいんですけどお金がただお金が欲しい人え、うまいなね、確かにこうやってかなんかこれタンスなんだ、ピアノかと思います。俺もピアノかと思った、普通に鍵盤かと思った。いや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 お札の表現難しいじゃんめちゃめちゃかわいい、でも、素晴らしい、かわいい、ありがとう、待ち受けにしていいよ、やったー、最後に、ヨルミさんのプロフィール帳どうぞ。あ、私の名前はヨルミレナ、2月27日生まれだよ。職業はアイドルマジシャン。いつも言ってる決め台詞は、今からお見せするのはスプーン曲げマジック。お前の心もにじ曲げてやろうか。あ、これいつも言ってるわ。でもいつも言ってる、うん、言ってる言ってる、これ決め台詞。え、誰にも言ってないの。7段が言えない。え、言えないんだ、言えないんだ。え、ちょっとやってみますか。わかんないわ。ガチで言えねえかい言えなそうだなとは思ってはいたけど、マジで言えないやん。ってなって7とかじゃなくてよかったな、本当に。2とかでも言えないな、多分これ。え、2は、いいわ。2、4、6。あ、そういう言い方するんだ聞いたことない、その言い方。はしょりすぎ、はしょりすぎ。違うだけ淡々とね。あ、違うか、うん、そうなんだ。でも倍の数でしょ。簡単簡単、まあ、そんな感じなんだ、まあ、確かにね、そうですね、うん、そんな感じなんだ。今日大丈夫かな、これ。これ合ってる合ってる。今日大丈夫なの、七野田言えない人、七野田言えない人いるもんな。え、何何何いけるかな、今日。え、何ローレンさん、なんか、不安なことあるの。いや、なんかちょっと、なんか俺 MC だからさ、うん、ちょっといい感じでやっていけるかな、うん、みたいな。ちゃんとサポートしてくださいよ。やってみるよ。だってさ、サポートはできるよね。だってリハ中さ、うん、ずっとさ、いろんなことに突っ込んでんだもん、一人で。そりゃそうですよ、突っ込みどころしかないもん。どんどん突っ込んでいくよ、今日は。全部突っ込んでたもん。はい、じゃあこの3人でね、おもろいなって、うん、今日は何をするのか、本日の、まあ、虹問いといえば企画を見てみましょう。じゃあ海瀬さんの方お願いします。はい、本日行う企画はこちらです。なんだ、なんだ、1、バイトリーダー海瀬の神接客講習会。ありがてー、ありがてー。そして2つ目は It's a Magic 激安豪華飯選手権。お腹空いてきたー。そして3、これローレンさんが言いますか。え、全然言ってください。もちろんもちろん。じゃあなんで3番目だっけ俺。ただこれだって言わせたいやつらしいから。そうだよね、うん。3番目、エデンゴンゲームということでなっております。はい、マジで言わせたいだけらしい。マジこれ言わせたいためだけの企画らしい。終わってるよ。どんなコーナーなんだろうね。俺ちょっと神接客見れるんですかね、もしかして。まあ、教えてもらえるんですかね。はい、あらゆる神接客をしてきたので、教えてあげようと思って。楽しいだな。マジックもとりあえずマジック要素入れたかっただけだもんね、これ多分。あ、本当にこれ全部とりあえず感がありますけど。とりあえず入れとけみたいな。そうだよね、はい、私が考えてあげたかったよ、この飯。あ、激安飯作り出してもらえたのか、本当だったら。そうね。番組前半はね、まだチャンネル会員じゃない人も見られます、うん、途中からね、会員限定放送になるので、ぜひチャンネル会員になって最後まで楽しんでください。はい、はい、番組ハッシュタグにじといで感想などもお待ちしております。後半の感想もポスト OK です。イエーイ、イエーイ。それではやっていきましょう。にじさんじのトイボックス。ということで最初のコーナーはこちら、バイトリーダー海瀬の神接客講習会。イエーイ。学費返済のために、コンビニ、うん、飲食など、たくさんのバイトをしてきた海瀬さん、そんな23時のバイトリーダー海瀬さんから、はい、神接客スキルを学ぶ講習会をやっていくコーナーでございます。はい、楽しいな。そうなんだ。
お任せあれ。そうです、生粋のアルバイターだったんだ。生粋のアルバイターでした。もう朝入って昼入って夜入って別のなんか1日3つ別のバイト入ってる時ありました。働きすぎ働きすぎ。そう、頑張ってましたね。一番得意なのは、一番得意なの、あのコンビニでパンを並べることが得意です。いや、割と地味なの。でつかよ。いや、だから端から端までみっちみちに並べるのがうまかったっすね。あ、出るんだ、そこやっぱ差が。あ、差が出てます。これスキルあるんだ。センスが問われるんで、結構それだけは鍛えられました。 なるほどね。じゃあさ、なあ、そっからはね、接客も学べるかな。ね、こんなね、頑張ってきた。お店リーダーにね、進行お願いしていきたいと思います、はい、リーダー、どんなことするんですか。接客はね、まあ、実際ちょっとやってみないと分かんないということで、はい、今回は1人が店員役、2人がお客さん役になって、なんかこう、今回はこの視聴先生みたいな、なんかブルブルブル噛んだ、ブルブルブルで、なんか全然分かんなかった。接客大丈夫か、接客大丈夫なんか、噛みまくってるけど。2人がお客さんになってなんて与えられたシチュエーション、シチュエーションで。そうだ、ローレンさんお願いしますか。品出しはね、あの噛んでも大丈夫だもんね。パン並べるときね、あんま喋んないもんね。あ、そう、喋んないんであれだったんですけど。まあ、1人が店員役、2人がね、はい、あのお客さん役になって、与えられたシチュエーションでうまく接客できるかを挑戦していくということで。え、全部読まれちゃった。ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあもう早速やってきますか。はい、はい、では最初のシチュエーションはこちら。でん、あれが壊れてた。壊れてた。なるほどなるほどなるほど。あれが壊れてた。これはなんか、なんですか、何が壊れてるのかはちょっと分かんない。まだちょっと全貌がつかめないよね。ね、このままやっていく感じみたいなんですが、まだ、じゃあ、まあね、固定調べということで、ローレンさんが店役を任せてくださいやっていただこうかなと。はい、ローレンさん、やったことあるの。いや、ないっす。ないよ。なんか、あの、思ってないこと言うのとか今日得意なんで、あ、なんか割と、なんかちょっと嫌なやつじゃないですか。腰低くいけますわ、どんな人にも。あ、わかりました。というわけで、では海瀬と夜海さんがお客さんをやるので、まあ、なんかいい感じに腰低く接客をしてもらえたらなと思います。わかりました、任せてください。はい、ではローレンさんの接客チャレンジスタート。来た、パチ屋。パチ屋だろここ。あー、もうほんとにありえないんだけど。ダニー客いる。ポーチでいいだろこれ。はい、店員さん、はい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 、ちょっとこれ壊れてるんだけど。それで、あの、ちょっと店内うるさくて、もうちょっと声の方を張っていただけると。店員さん、はいはいはい、ちょっとこれ壊れてるんだよね。壊れてる。何、壊れてる。台が、台がですか。うん、あ、それお客様が、あの、先ほどから見てたんですけども、二方、あの、台の方をなんか強く、あの、あの、強打されてましたんで、それでの可能性ありますね。え、証拠あるの、それ。証拠っていうか、あの、叩いてたとか。どうだろう。手ちょっと、あ、ちょっと手見せてもらってもいいですかね。さっき入ってきたばっかだよ。手見せてもらって。あ、そうだよ。あ、手赤く腫れてますけど、これどうしました。あ、これはね、あ、あの、さっきそこで転んだだけだよ。転んだ時手あんまならんけどな。あ、タバコの火傷だよこれは。あ、すいませんすいません。あ、店内、あの、すいません、禁煙なんですよ、すいません。吸えないの。タバコ吸えねー。吸えないんで、今ちょっと、あの、どんな店だよ。禁煙化が進めまして、すいません、あの、どこでも割とそうなんですけど。あれ、あれ、君からすっごく匂いよ、タバコの匂い。あ、あの、休憩中にこれは。俺、白には吸わせないで。いた客じゃないっすか。だるい客。はい、終了です。ふざけんな、これ客がだろ。客だろこれ。客だ、お客様に対してかな。いや、本当にすいませんね、お客様。本当どうでしたかね、リーダー。いや、前半からかなり攻撃的というかね、私たちをこう敬う姿勢がありませんでしたわよ。まあ、ローレンさん、まあまあ、ちょっとこれはね、まあ点数つけても30点かな。30はもらえるんだ。30はもらえるんだ。一応30かな。まあ、頑張って食いついて来てくれたのかなと思いますけど。まあ、でもちょっと最後クソ客って言ったのでね。ゴミ店員でした。ちょっと迷惑客すぎて、ちょっと店守りそう、店を守る方にシフトしちゃった。いや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 。でも、や、なんか、え、実際パッチャーってタバコ吸えるんですか。吸えない。今でもあれじゃないですかね、電子タバコだったらいいとこありますけど、まあ、基本的にダメっすね、こういうのは。あ、じゃあやっぱ行ってるんすか。行ってんだ。行ってるっす。全然行ってるっす。はい。というわけで、じゃあローレンさんの接客は30点でした。ありがとうございます、リーダー。はーい、続いては夜美さんの番です。こ
今度は海瀬とローレンさんがお客さん役をやっていくので、でもヨルビさんもいい感じに思うように接客してみてもらえたらと思います。はい、いけるじゃないですか。はい、では次のシチュエーションはこちら。何だ、待ち時間が5時間。ソアリン？え、ソアリンかなんかだ、なんかね、想像つきますけども、うん、これはヨルビさんいけそうですか？あ、これね、うん、大丈夫。5時間ね、5時間待てないのはダメだよね。あれ、結構な時間だ、結構な時間だけどな。もう大丈夫だ、スイッチいる。あー、なるほどね。どんな現場なの、はい、どんな現場なの、うん、確かに現場知りたいかも。うん、うん、うん、なんて、ごめんなさい、今ちょうど聞こえなかったなって言いました。で現場現場どんな現場なんだろうなって、うん、知りたいなって、あ、うん、なんかやりてえなって。はい、というわけですいません、ちょっと今ラグが失礼しました。はい、はい、というわけでこの場所にてヨルミさんの接客チャレンジスタート。はあ、もうクソだり、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。長すぎなんですか、ありえない。お客様、スマホで時間潰せるの範疇超えた。は、お客様どうされました。え、待ち時間長すぎないですかこれ。待ち時間5時間で受け止まっております。え、スマホで、あの事前に調べた感じだと30分って書いてあったんですけど、はい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 、そうだったよね。なんだこれ。え、そうだよね、ですね、あのパスを取ってる方じゃないと入れないんですよね。え、でもそれら、お客様はまだパスを取られてませんので5時間待ちとなっております。ふざけるなよ、これって聞いてないんだけど。俺らの時間なんだと思ってんだよ。いや、大変申し訳ございません。今なんだよ、こっち。え、なんか面白い話してよ。面白い話、店員さんでしょ、面白い話してよ。5時間乗り返す面白い話あるんじゃないの。なんか面白いなんかやってよ。最近さ、最近辛いことあんだけど話していい、ここで。距離感急に距離感なんか何どうしたの。うん、あのさ、最近さ、やることが多すぎてさもう、うん、なんか自分の時間が取れなくてさ、やばい、も私も辛いんだよね。話しかける人見たこれ。地雷店員、地雷店員かもしれない、はい、これ、はい、ちょっと聞いてくれないんですか。待ちます、待ちます、もう5時間待つんで。待って、全然聞きます。5時間待つんで、待つんで、もうやめてください、もう待つんで、待つんで、もう離れてください、待つんで。マジで5時間聞いてほしい。離れてください、本当に、待つんで。いやいや、やめて、無言ならマシです。聞かないで、お客様。お客様、なんでそんなことする。怖すぎるだろ、これ。クソ客をコントロールされた。なんか逆にクソ客を上回るメンヘラで来られるボタンってあるんだ。いや、話聞いてよまた。うん、後でね。本当にあんのか。これなんか怖いな。まあなあ、こちらも点数つけてもらわないといけない。リーダーどうですか。全然これに、これに。お店リーダーどうだった？まあまあそう、うん、じゃあ50今の接客が50。これ以上、いやだってこれ以上ね、なんか話が、まあね、続くの怖いからね。まあ確かに、確かに上げとかないとね、上げとかないとね。そう、あとなんかお客様は神様ではないという立場を分からせるっていうのもまあ一つの手法なのかなってちょっと思ったりなんだりしたので、まあちょっと50点かなと。負けを認めましたね、今ちょっとさすがに。ちょっと怪しい、海瀬さんもなんかと点数基準的にちょっと怪しく見えて、本当に接客できるのかなってとこでね。はい、ローレンさんのさ、ちょっとしたさ、うん、起点がさ、あるなって思った接客とさ、うん、私のこの接客でさ、うん、まあ、30と50だったらさ、うん、海瀬ちゃんどうなのこれ。どうなんやね、いけんの。いや、そうだよ、うちらより上いけんの。いや、さすがにまあ、まあ、うーん、80点いけるかな。2時3時のバイトリーダーっていう紹介やっぱ背負ってるからね、やっぱ2時3時は。そうそうそう、多分2時3時で一番バイトをやってきてると思います、数。おっ、じゃあ、こなしてきてますんで、最後にお待ちかねの海瀬リーダーの正解を見せてもらいましょうか。見せてあげようじゃないか。じゃあ、俺とヨルミさんがね、お客さん役やりますんで、それでは神接客のほどよろしくお願いします。いい紹介、楽しみだな。来いよ。お客さんがタバコいつものしか言ってくれない。あ、これなんだ。あ、これだるい、結構だるいぞ多分普通に。はい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 、わかりましたわかりました。ほう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 、いけるっすかね。あ、いけるっす、いけるっす、もちろんです、もちろんです。お、意気込みいいな。任せてください。じゃあ、はい、早速行ってきますか、うん、はい、うん、スタート。いらっしゃいませー、ただいま肉まん全品。ああ、いつものいそうだよね。20円です。よろしくお願いします。タバコください。タバコ、はい、いつものいつも の、はい、どれだったかな。え、何色でしたっけ。いつものって言ったら分かるよ、ね、すいません、ちょっと最近あの棚卸しがあって入れ替えちゃったんで。あ、店長です、店長です。毎
してんだけど、こっち、はい、卵いつもの、え、顔覚えてないの？あ、いつもですか。あ、じゃあこれとりあえずアメスピー、アメスピーでいいっすか。アメスピー、いや、違うよこれ。何違うよ、ね、じゃあメビウス、メビウス、これメビウス4ミリ、いや違う、いつものだって言ってるじゃん。じゃあラーク、ラーク、この店お客舐めてんだ。そうですね、やっちゃってもいいんだよ、聞けるとこ出ても。これいつもの、隣行こうよ、もう。あ、隣の、そうです、隣行こう、じゃあ隣のコンビニ行こうかな。これ、ね、中入っちゃっていいんで、取ってもらっていいんで、どうぞどうぞ。行きつけのコンビニやろうかな。カウンターの中、どうぞどうぞ、お客さんこっち。あ、もうそんな感じなんだ、ここ。あ、そうだよね。終わってるね。あ、もういいよ、いいよ。終わってんだ。え、そうだ、終わってんだ。お客さん。あ、もういいよ、もういいよ。もうこの、この日やめな。お疲れ。きつすぎ、これ。いつものボット悲しい、いつものボット、もうそれしか言ってくれないタイプ。いや、なんかうんていたんですよ、いつものしか言ってくれない人っていたけど、なんかあの、え、おじさんに対してだいたい笑顔であの押し切ってたんですよね。関係なく今回ちょっとね、あの激ムズモード、激ムズモードだった。完全に激ムズだったんで、うん、もうな、涙諦めしかないですね。いやでもなんかその愛想の良さみたいなのはめっちゃ分かった、はい、うん、愛想で、なんか愛想で乗り切ったんだろうなって、今までのバイト全部、はい、それも感じたね。そうですね、全部、そう、あの記憶力がないんで、だいたいトーク力でコンビニ接客頑張ってたんで。はい、ちょっとだからまあ ね、 ね、こういうことで、こんな感じで海瀬からお伝えできるとしたら、ね、接客業は愛想が大事というわけで、今週からこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いつもニコニコしてきます、ね。はい、お二人とももね、今後も接客する、まあないかもしれないですけど、接客業ありましたら、とりあえずアイス笑いだな、で、はい、で大丈夫ですのでね、大体それでおじさんおばさんたちはニコニコしてくれますから、それでやっていってもらえたらなと思います。はい、はい、頑張ってくださいというわけで、以上バイトリーダー海瀬の神接客講習会でした。この二次三次のトイボックス、はい、さて、この後もまだまだ番組は続きますが、ここから先は、はい、チャンネル会員限定放送に、やってしまいます。そんな、どうなの？泣かないの？もうそういうルールだから、ぜひチャンネル会員になってね、続きをね、お楽しみください。それではね、チラ見せ終了の前に、2時3時からのお知らせでございます。はい、はい、私か、取り下ろしビジュアル、あ、ベリーダンスグッズ発売中。イエーイ、同じビジュアルがデザインされた新グッズが二次三次オフィシャルストアにて販売中です。グッズのデザインにはオーロラ加工やホログラム加工、ホイール加工など使用されており、ライバーが着用している衣装にも負けない派手めな仕様になっております。きらびやかな衣装を着た7名のライバーのアイテムをぜひぜひチェックして買ってください。イエーイ、素晴らしい。これヨルミさんもいるんですもんね、うん、そうです。はい、タイチャイの圧に負けないように頑張っています。確かに圧がね、すごいから圧が。はい、そして続いて、もしもライバーが〇〇だったら〇〇シチュエーションボイスということで、もうこれ早速ローレンさんが映っておりますが、これどんなやつなんですか。明日10月27日金曜から2時3時オフィシャルストアにて、もしもライバーが〇〇だったら〇〇シチュエーションボイス、略してもしもボイスの販売を開始しており、開始いたします。こちら11月27日の月曜1ヶ月間ですねまでの販売期間となってますので、お見逃しなく。これを今度売っていいの、いるんですけど。そうなんですね。え、いいのこれ。そんないいらしい。何しちゃってるんだろう。そう、ローレンさん、もしも何なんですか。何なんだ、もしも何な、めっちゃなんか意地悪系ですね。意地悪系、もしもローレンが意地悪だったらみたいな感じですね。皆さん、もたちゃんは、小悪魔だったらとなってます。そんなんいいんだ、やっちゃって。そんなんやっちゃってますので、ぜひ。23時そういうことやっちゃうんだ。ぜひぜひ、お見逃しなく。はい、ハロウィン、2023グッズ&ボイスも、ただいま、
にじさんじオフィシャルストア、EN オフィシャルストアでは、ハロウィン2023グッズ&ボイスが発売中でございます。ハロウィングッズではアクリルスタンド、アクリルキャンディーキーホルダー、ランダムチェキ風カード、ワッペン、ステッカーなど計7種類のグッズを取り扱い中。すごい多い。ハロウィン2023ボイスは10月の31日火曜日までの販売となりますので、どうぞお見逃しなく。あとちょっとということで、これもキービジュめっちゃかっこよくない？ね、めっちゃおしゃれ。かっこよ、かわいい、綺麗ですよね。おしゃれ、超素敵。ちゃんどうしちゃったの？30分までよ。お腹パンパンにしちゃって。まあ、食べちゃったのかな。かわいいね。誰な、ごめん、 誰なのかわかんない人いる横に。レビちゃんかわいい。はい、はい、それではね、ここでチラ見せは終了でございます。ここまで見てくださり本当にありがとうございました。チャンネル会員の皆さんは引き続きご覧ください。はーい、ほい。にじさんじの